間あの石井ちゃんのブログ見た時にマグロ定食とかお味噌汁とかこうなんでお惣菜みたいなやつもちゃんと作ってでハンバーグも作ってたよね。ハンバーグ作った。俺ハンバーグめっちゃ見てる。ハンバーグ大好きですげー食べたいんだ俺。すごい料理作るんですね。そういやでももうブログに載せるために作ろうと思って、まあ、載せるためにもちょっと綺麗にもそうだしでもそれでね作ろうって思えることがすごいことですから。そうするとでも作れるようになりました。どん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 自分でスーパー買いに行って。そうそうスーパーも並べてって今日はこれにしようかなとか選んで。そうあでも基本食器から決めます。えそう食器が好きでなんかこの食器にこの具材乗せたいなっていうのでこう決めて、で材料全部書いてスーパー行って買って。すごいですね。俺砂田くんも料理。僕もちょこ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 ね、はい、野菜炒めめっちゃ見てる。やばえオタクじゃん。野菜炒めのセンサーもね。いやあれはあれで男飯でね美味しそうですよ。まあ男が好きそうな味付けの好きそうな、ね、もう色が濃い感じ。いやでも俺すごいと思うわ。俺はもう正直ねもうほぼほぼウーバーイーツ。やっぱね忙しいということを理由にやっぱ作る体力がないですね。家に帰って俺はもうその時間をエーペックスに割いてる。時間あるじゃないですか。カズマ好きだよね。好きっすね。ランクどこまで行きました。ソロでダイヤまで行きました。いや素晴らしい。これエーペックスやってるよって人見ます。いない。今世界的にめちゃめちゃ流行ってるゲームなんですけど、まあダイヤってもう相当すごいんですよこれ。もうランクが下からブロンズ、シルバー、ゴールドであってその次がプラチナで大体まあプラチナまではなんとかいけるかなと。ダイヤからは本当にうまくないといけないっていうところでダイヤまでいった。そうです。いやでも全然だからもうこのゲーム3年ぐらい流行ってるんですけど僕めちゃくちゃ下手くそなんですよちなみに。でカズマ最初の頃オンラインで今みんな PS5 とか4とかでできるんでやってたんですけどもう最近全然やってくれないもんね。全然やってくれないもん最近。だん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 俺も誰からも招待されなくなっちゃってさ最近だからウーバーイーツ食べながら一人でやるっていうのが日課になっちゃってて。カズマはゲーム好きだよね。好きっすね。オンラインになってる人がずっとそのオンラインって表示されるのよ。プレイステーションの友達の欄に。カズマは夜中俺がやってる時もオンラインになってて朝起きてやる時もオンラインになってて寝てんのかなみたいな思う時あったもんな。サウナにもハマってて、はい、サウナが好きで。あれサウナ好きって。僕もサウナ最近ハマっててね、はい、結構行きます。なんで言ってくれなかったの。すいません俺はもうゴルフとサウナしかないんだから趣味が。あ、そう、ちょっと見逃してました。見逃してた、はい、入り方もちゃんとしてますから。サウナ入って、はい、水風呂入って、で休憩するっていうのを3セット。マニュアル通りのマニュアル通りにやって、はい、やってます。俺はねもうね最近家で温冷浴っていうのにハマってて、はいはい、ね、ゆなちゃんとか何度ぐらいで入ってますかお風呂。あ、私最近暑いです。42とか。あ、42、はい、でも42も結構暑いじゃないですか。俺44から45度ぐらいにするんですよお風呂の温度を、はいはいはい、で水が入るプールの桶みたいな、なんか空気膨らましてやるみたいなのをお風呂場に置いて、はい、そこのお風呂に入った後に水風呂入ってそれでベランダで外気浴するんですけど。そうすると、はい、サウナと同じ効果を味わえるんで、家で音楽かけたり好きな時に好きなタイミングで飲み物飲めたりするからすごいおすすめですよ。いいっすね。その桶もね3000円ぐらいで売ってるんで。へえ。そうでベランダに置く長椅子もだいたい3000円ぐらい。だから6000円で整えます。負けえ。負けなの。今月の水道代俺1万5000円ぐらい。だからこれでもおすすめですね。いいですね。家でできるの。そして砂田くんは今、はい、ゴルフにドハマりしてると。はい。1年前ぐらいに始めたんですけども。はいはい。もう最近休みの日があればゴルフ行ったり。今何100を切るかどうかみたいなところなんですか。一応ベストは切って今95なんですけど。おこれすごいことで、はい、100を切るってゴルフ人口がじゃ全体で10割いたとして
あの100っていうスコアを切れる人は1割もいないって言われてるんですよ。そうだからすごいことなの。でも俺は84、はい、やばうまい俺もすごいハマってて、小沢さんもめちゃくちゃうまいです。小沢さんの前でなら、まあ、ゴルフの話したくないなと思ったから、ぜひ今度ね僕と小沢さんと回ってくれたら嬉しいですけどね。そしてゆなちゃんとかお家とかでどうされ、はい、何して過ごしてるの？私は家でネットフリックス見たりとか。ネットフリックスね。けどそれこそあの鈴木さんが出てらっしゃるドラマとか、あの石井さんが出てるドラマとかも私結構 TV、はい、あテレビっ子で、テレビっ子で、あのよくドラマとかもその見たりとかしてるので、最近もずっと見てたりはします。今17歳って学